皆さんこんにちは、週末菜園田中です。今日は落花生を収穫します。この前試し撮りをしたらまだ小さかったので一旦収穫せずにいたんですけど、葉っぱも色が変わってきたので今日は全部収穫しちゃおうと思います。この落花生は春にポットで苗を15個ぐらい作って、マルチを張った畝に植えておくだけの手抜き栽培で育てていたんですけど、やっぱりマルチ張ると草が生えてこないのですごく楽でした。でここの場所の2株はマルチを張っていると落花生ができないんじゃないかって思って、株の周りだけマルチを破っておいた場所です。結局途中から落花生の花がマルチを貫通できることが見て分かったんで、それ以外はマルチを張ったまま栽培しました。で収穫してて分かったんですけど、マルチを剥がした場所はがっつりと落花生が土の中に伸びていってしまってるので収穫しづらかったですね。一方でこちらのマルチを剥がさなかったやつなんですけど、やっぱりマルチ程度の薄いビニールは余裕で貫通していたので、マルチを張ったままでも全然問題なく落花生になっていました。でこれも収穫してて分かったんですけど、マルチを張ったままにしていた方は落花生自体が綺麗でびっちりとついていました。マルチを張っていると比較的浅い場所に落花生ができるみたいで、株ごと引っこ抜くだけでほぼ収穫できるので土の中への取り残しは少なかったです。引っこ抜いた時に株についてきたマルチもこのように落花生を全部収穫した後に引っ張れば簡単に回収できました。でマルチを破ったやつは2株あったので、マルチしっぱなしの2株と比較してみます。左側が途中でマルチを破ったやつで、右側がマルチしっぱなしの落花生です。映像だとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、肉眼で見ると明らかに右のマルチしっぱなしの方の落花生の方が綺麗ですね。マルチがあると落花生が深く潜らなくても暗さと水気が確保できるからだと思います。そして若干なんですけど、マルチしっぱなしの方が一粒一粒が少し大きめな気がします。これは力が弱い落花生がマルチを突き破れなかったおかげで、力の強い落花生の方に栄養が集中したからだと思います。ちょっと数は数えられなかったんですけど、マルチしっぱなしの方が 1.2、3倍ぐらいの量になってました。マルチの処理が少しめんどくさいんですけど、マルチしっぱなしの方が草も生えなくて綺麗で大きい落花生が収穫できるので、少ない数育てる方にはおすすめの栽培方法だと思います。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してコメント残してくれるとすごく喜びます。